ナウンサーの徳光和夫が1日、自身がパーソナリティを務める日本放送のラジオ番組、徳光和夫徳森、火曜サタデーで阪神ファンに苦言を呈した。今年のオールスター戦のファン投票で、セ・リーグでは阪神勢が全球部門でトップを独占。史上最多の10人が選出された。大の巨人ファンとして知られる徳光は、最多得票の金本選手をはじめといたし、まして中野選手とか、大仙選手とか、喜朗選手っていう多くの票が集まった。そのことについては、プロ野球ファンも納得するとした上で、現在調子を落ちとして2軍で調整中の佐藤選手であるとか、抑えの湯浅投手であるとかですね。こういった選手が選ばれるのは、賛否両論、非、蹴られないんじゃないかなと指摘した。さらに、佐藤選手も、湯浅投手も、改めて言うまでもなく素晴らしいプレイヤーなんで、ございますけども、本人たちもまさか今の成績で、自分たちが、ファン投票、選ばれるとは思っていなかったと思うんですよ。続けて、むしろ休園期間中にですね、コンディション調整に専念するという、そう、いうことに理解を示す方が、僕は、阪神ファンじゃないかなと思うと話した。現在の規約では、ファン投票で選出された選手が辞退すると、オールスター後の公式戦10試合に出られない規定がある。徳光は、そういうのを鑑みてですね、阪神ファンは選ばれたら、よろしいんじゃないかなと思うんでありますけどと指摘。さらに、別に、岡本を選べって、阪神ファンに言って、るわけじゃないんでありますけどもと話した。